こんにちは、フォグです。今回便利なマクロを無料配布します。入手方法や使い方を紹介しますので、ぜひ最後までご視聴ください。皆さんはテキストテロップにアニメーションをつける際、トランジションを使っている人も多いと思います。例えばこちらのようにテキストプラスにフォール&バウンスとクラッシュズームを適用し、このようなアニメーションを入れることができます。しかしながらトランジションをつけたテロップはパワービーに入れることはできません。このように選択してドラッグ&ドロップでこちらのパワービーにですね、入れようとすると入れても入りません。またこちらのようにキーフレームを使って作ったアニメーションで、これをパワービーに入れることはできるんですけども、再利用した時に長さを変えた時ですね、フュージョンでちゃんと組まないとこのアニメーションがうまく追従してくれません。今回配布するフォグアニメパックは、そのように不便に感じている人におすすめのマクロで、アニメーション部分だけをマクロ化したものになります。好きなテロップデザインに適用することができまして、一度作ったテキストアニメーションはパワービーに入れておくことでいつでも再利用し、テキストプラスと同様のデザイン変更ができるようになります。このマクロはシンプルですが便利で、きっと皆さんの動画編集に役立つマクロとなると思います。ぜひダウンロードして使ってみてください。ではマクロの方を簡単に紹介したいと思います。今こちらテキストプラスでテロップのデザインを作ったものが配置されています。これに対してエフェクトライブラリのところから今回ダウンロードしたフォグアニメパックっていうのをドラッグ&ドロップで適用します。そしてエフェクトタブでそのパラメータを調整することができます。冒頭で紹介したアニメーションと同様の設定を今したいと思います。はい、今こちら設定が終わりました。では再生してみたいと思います。このようにアニメーションを設定することができました。はい、ではこちらパワービンに入れたいと思います。はい、こちらパワービンを選択しましてドラッグ&ドロップで入れます。そうしますとこのように追加することができます。はい、名前の方も変えることができます。ちなみにこのように後で名前を変えてもいいんですけども、こちらテキストプラス選択してこちらのファイルですね、こちらに名前というのがあります。ここで、好きな名前つけておいて、これでドラッグ&ドロップするとその名前で登録することができます。一旦これ入れておけば他のプロジェクトでも再利用することができます。でこのようにドラッグ&ドロップで配置することで再利用ができます。でこちらインスペクターを開きますと分かると思うんですけども、テキストプラスと全く同じパラメータ設定になっています。ですので好きなデザインに変更することができます。でまたエフェクトを押しますと追加したフォグアニメパックのパラメータ、こちらも変更することができます。でこれ何を言ってるかと言いますと、通常のフュージョンに作成されたアニメーション付きテロップというのは、このようにここまで詳細にテキストのパラメータを変更することはできません。例としまして、こちらフュージョンタイトルになりますけども、例えばフェードオン、こちらを入れてみたいと思います。インスペクターを見ていただくと、こちらパラメータこれしかありません。タイトルとかフォント、あとカラー、サイズ、トラッキング、限られたパラメータしか変更できません。このように縁取りをつけたりとか影をつけたり、そういった複雑なテロップを作ることができません。これはフュージョンのマクロの制約の都合、インターフェースがあまり詳細まで作れないというところが問題としてあります。一般的なプラグインっていうのはもう限られたパラメータしか変更はできないようになっていると思います。今回このようにアニメーションだけ適用するマクロを使えば、テキストプラスのインターフェースをそのまま使うことはできます。はい、このようにそのまま使うことはできます。これが今回このマクロを使う最大のメリットとなります。エフェクトタブに行きまして、使えるアニメーションっていうのはいくつか用意しています。この中で9種類アニメーションを用意しています。変えるだけで簡単に変更することができます。例えばスライドトゥーライト、これを選択しますと左から右に入ってくるアニメーション。スライドトゥーレフト、これを適用しますと今度は左から入ってくるアニメーション。スライドダウン、これは上から下に落ちてくるアニメーション。でスライドアップ、今度は下から上に上がってくる、そういったアニメーション。でズームアウト、
はい、このようにズームアウトされるアニメーションで、ズームイン、ブラー、そして最後ストレッチ、まあ、このようなアニメーションを選んで使うことができます。でそれぞれ開始のアニメーションと終了のアニメーション別々で設定することができます。であとこちらそれぞれのモードの下にインアウトというのがあります。左側がイン、右側がアウトになっています。これ何かというと、こちら緩急カーブを設定する項目になっています。開始モードのところはアウト側、終了モードはイン側を変えることでアニメーションを入れることができます。まあ、好みに応じてこうインの方も入れたりアウトの方を入れて、動きを見ながら気に入った動きを選んでいただければと思います。今こちらバウンスっていうのを選んでいますが、でバウンスというのはバウンドする、まあ、そういった緩急カーブになっています。はい、ちょっとこちらスライドダウンに戻します。でアニメーションしますと、このように上から落ちてバウンドするという、そういったアニメーションになります。まあ、他にもこういった早く帰ってきて後でゆっくりになると、まあ、そういった緩急カーブも設定できます。まあ、こちらサインからエクスポっていうのは、その緩急のカーブの傾き具合を変える、まあ、そういったパラメータになっています。あとバックっていうのが、これもちょっと面白いんですけども、このように一旦入って下に一回ちょっと落ちて戻ってくると、まあ、そういったユニークなアニメーションも入れられます。あとイラスティックっていうのも、これも面白いアニメーションになります。はい、まあ、これ簡単に選ぶだけで好きな緩急カーブを設定することができます。かなりお手軽に使える、まあ、そういったマクロになっています。あとこの下のズームとストレッチ中心というのがありますけども、これ何かというと、ズームを設定した時ですね、ズームインとかズームアウト、これを設定した時にその中心を設定することができます。でここでパラメータを指定して中心をずらしてもいいんですけども、こちらの左下ですね、ビューアーの左下にありますフュージョンオーバーレイというのを選んでください。そうしますと画面上にこういうバツが出てきます。でこれをドラッグして変えることができます。またこのマークを見ながら位置を調整することもできます。はい、ダブルクリックするとパラメータが初期値に戻ります。まあ、このようにテロップの中心に持っていくことで、ズームがこのテロップの中心から出てくると、まあ、そういったアニメーションを入れることができます。まあ、テロップは通常左下とか設定すると思いますので、そういった時にここの値を変えてください。あとストレッチを選択した場合ですね、ストレッチを選択した場合はこのテキストテロップの下に中心を持っていくといいです。はい、このように下に持っていきます。そうしますとテキストの下から現れる、そういったアニメーションを入れることができます。あとちなみにこの長さを変えることで、このアニメーションの時間の長さも変更できます。長くしたい場合には時間を長くしてください。はい、時間を長くするとゆっくりこう出てくるようなアニメーションを入れることができます。まあ、ただしこれインとアウト共通の時間になっています。でもしインとアウトで時間を変えたい場合には、こちら終了モード何にしてもらって、もう一個このマクロを適用していただいて、そうしますと2つプラグインが適用されます。でもう一個の方でこちらインの方を何にして、終了モードの方をこう設定していただくと、こちら様子を変えることができます。まあ、このようにプラグインを組み合わせることで、いろんな動きを加えることができます。例えば開始モード、こちらスライドトゥライトにしまして、で時間を揃えます。こちら 1.5 秒ぐらいにしましょうか。でもう1個の方で、こちらはスライドトゥダウンにします。で秒数を合わせます。そうしますとこれ再生してみます。はい、このように右上からこういう風に入ってくる、まあ、こういったアニメーションを入れることができます。まあ、これを組み合わせることで、まあ、少し複雑な動きも加えることができます。他のエフェクトと組み合わせても面白いと思います。まあ、いろいろ組み合わせて試していただければと思います。であと残りのパラメーターですね、今こちら削除します。削除する方法はこちらのグリーン箱をマークを押してください。であとこちらズームインブラー調整というのがありますが、まあ、ズームインした時にこの開始のこのズームのサイズですね、これをどのぐらいにするかっていうのを変えることができます。でブラーはブラーの量ですね、これを調整することができます。まあ、基本的にはデフォルトのまま使っていただければと思いますが、まあ、もし変えたい場合にはこちら調整できますので使ってみてください。であとモーションブラーをつけることができます。
変更できるパラメータはこの2つになっています。品質とシャッターアングルですね。はい、あ、これ動きが大きいところで見ていただいて、まあ、そうするとブラーがどういう風に入ってるか見ることができます。でこれを見ながらお気に入りのブラーのかかり具合を調整していただければと思います。まあ、ただしこれも計算負荷がかかりますので必要に応じて設定を入れてください。はい、で入手方法ですけども、こちら無料で配布しますが、まあ、一つお願いとしまして、アンケートに答えていただきたいと思います。概要欄のリンク行きますとアンケートページに行きます。でアンケートの方は、まあ、2、3分ぐらいで終わりますので、まあ、ぜひ入力いただいて、入力終わりますとダウンロードのリンクに飛びますので、そちらからダウンロードしてインストールして使ってください。インストールの方法もそちらに書いてありますので、そちらから参照してインストールの方を行ってください。はい、今回の動画は以上です。ぜひ無料のマクロ使っていただいて動画編集に役立てていただければと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。